私の胸の中で眠る猫をタオルで包んだ父さんは言った。たくさんのお花を集めてきなさいって。それから庭に小さなお墓を作った。その晩父さんは子供たちを集めて、死ぬってどういうことかと尋ねた。小さかった私にはわからなかったけれど、今も覚えてる。死ぬって冷たくなること。家の中で遊べば怒るし、兄ちゃん姉ちゃんと喧嘩すれば怒るし、一番怖かったのは母さんを悲しませてしまった時だ。大嫌いな父さんが教えてくれたものは何？形には見えないけれど、精一杯に強く生き続ける。無駄なものは絶対に買わない。父さんの大きな手つないで出かけた東京ドームで、こっそり買ってくれたオレンジ色の応援バットを、嬉しくて嬉しくて眠るまでその手を離さなかった。毎年家族で出かけてたバザーに、行きたくないと初めて言った中一の冬、その日のお父さんは私を怒りもしないで、黙ったままピースのタバコに火をつけた。17日の朝、父さんが家に帰ってきた。冷たくなった父さんの大きな手はとても優しかった。
ものは何？形には見えないけれど、精一杯に今を生き続ける。大好きだった父さんが教えてくれた愛情は色あせずに生きているから、この胸にいつまでも強く生き続ける、今を生き続ける、強く生き続ける。